白い部屋。意外だったよ、湊君。まさか君がこんな大胆な決断をするとは。自分は何でも協力する。その代わりに他の6人のことは見逃してほしい。だったね。はい。約束は必ず守ろう。だが君も誠心誠意協力したまえ。わかりました。何でもします。よろしい。では早速だが。湊君？なぜ床に寝転がるんだ？ゴミの命、煮るなり焼くなり好きにしてください。ん？すぐにはやりませんか？まずは薬漬けですか？そんなことはしない。解剖ですか？しない。え、マッドサイエンティストの方ですよね？私はマッドサイエンティストの方ではない。間違えました。ごめんなさい、死にます。待ちたまえ、湊君。死なれては困る。湊君、湊君、やめたまえ。ちょ、ま、湊君、結構力強いね。湊君、ふぅ。湊君、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 なぜ無視なんだ。湊君、力強くない？湊君、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 湊君。このクソのことを知りたい。ああ君は自身のことを意味嫌い、自己評価はゴミに等しい。なぜそうなったのか、君のカリスマの原因の究明、つまり聞きたいのは君の過去について。クソがクソである原因、そんなのはわからない。クソだからとしか言いようがない。バカで嫌なやつで、足手まといで、暗くて人と付き合えなくて、迷惑ばかりかけて、不誠実でずるいやつ。今回もきっと逃げただけなんだ。わかってる。でも、もう耐えられない。あの人たちが苦しんでいる姿を、もうこれ以上見るのは。ごめんなさい。仲間じゃねえのか！てめえ、あいつのこと見捨てる気かよ！落ち着け、猿。誰もそんなこと言ってない。彼は自分の意思でああしたんだから、僕はそれを尊重するって言ってんの。何が尊重だ、ブース。はぁこら、二人ともやめろ。どうしますか、フミヤさん。探そうにも向こうの居場所がね。どこに連れて行かれたのでしょう。腹が減って頭回んない。いおりは？何をしているのでしょう。大瀬さん、まさか急にいなくなるなんてね。極上の負荷をありがとう。受けて立つ。僕はあなたを必ず見つける。奴隷なめんなよ。そして夏いんだ。ルーリーホー、ルーリーホー。やだな。Thank you.
生。様子はどうだ。はい、この虎姫がちゃんと様子を見続けておりました。うん、相変わらずです。食事も取ってくれません。湊くん、食べたまえ。体は大切にしてもらわないと困る。ん、折り紙。随分と熱心に作っているようだが、何か理由が？前に住んでいたところでは、勝手に何か作るとすごく怒る人がいたので、つい誰のことだ？湊大瀬の口は重くなった。きっかけは話が学生時代に及んだあたりからだ。苦しい時を過ごしたようだ。いつも人をイラつかせ、周りに迷惑ばかりかけていたという。なぜ自分はみんなが普通にできることが普通にできないのか、自身の存在を拒絶するようになった。だがどうだろう、私はこの人間に害があるとは思えない。内罰的思考の根源はおそらくもう少し複雑だ。いずれにしても、あの奇跡の力、カリスマブレイク、あれだ、あれをこの目で見なければ。時はない。この国の寿命が先か、私が先か。湊君、明日ここを立つ。君との約束だ。彼らを追うことはもうしない。私の研究所まで来てもらう。来てもらう。あ、待ってください。平気だと思っていた。でもダメだった。あの人たちともう二度と会えないのかと思うと、忘れ物が。カリスマチャージ成功。ルーリーホールーリーホールーリル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 リ